フードボイス主催情報交流と勉強会が6月9日学士会館で開催されました。新型コロナウイルスの影響で4月5月は開催を中止したものの、会員からの要望もあり3ヶ月ぶりの開催となりました。今回の情報交流と勉強会では、会員、コメンテーター、バイヤーなどが自社の実態について身近なところから意見交換を行いました。現在のビジネス展開についてはおおむね厳しい、いつまで持つかという声が多く、中でも展示会ビジネスをサポートしている会員は笑い事ではないと厳しい顔を通していました。コメンテーターによる基調講演では、青森中央学院大学大学院客員教授小澤信夫氏が、グローバル経済が進化し世界同時にいろいろな事象が起こる、こうした中チェンジ、チャレンジ、コンペティション 3C で挑戦しましょうと劇を飛ばしていました。フードボイスでは最新のトレンド情報を業界に反映させるため、情報交流と勉強会を毎月1回定期開催しています。次回開催は7月14日となります。